申し込む。キング羽生結弦の悲観か、飛翔するスーパーマン宇野昌磨か、二人に韓国も大注目。昨日エミササギカンヌンアイスアリーナで行われたフィギュアスケート男子ショートプログラムつく、羽生結弦は首位、宇野昌磨はハビエル・ベルナンデスに次いで3位に入った。この結果は開催地韓国でも大きく報じられている。帰ってきたフィギュアキング羽生、3ヶ月の空白を感じさせないスクイージー。中央日報、キングの帰還、羽生スク 111.6 発展で1位。競合新聞、羽生結弦スク 111.6 発展で1位。ベルナンデス、宇野がもう追撃、スポーツ、ソウルといった具合だ。韓国でも人気の羽生、過去に炎上した宇野。とりわけ首位発進した羽生には多くのメディアが注目している。日本のスケート王者羽生結弦、調べてみると熊野プーさん、バニラ、スポーツ韓国、羽生結弦、日本国内でもアンチがいないスポーツ選手、人柄の良いスポーツスターの代名詞、うつさん、毎日新聞など、演技のみならずその内面にも関心が集まっている。羽生はもともと韓国で知名度が高い。昨日の試合の前から現地のテレビをつけるとスポーツニュースで羽生が紹介されていたし、ネット上には現地ファンが立ち上げたファンサイトも存在する。ネットでは羽生に対してウセイン・ボルトという別名までつけられていることだ。羽生の今季初戦となった昨年9月のオータムクラシックを2位で終えた時などは厳しい意見も上がったが、いずれにせよ韓国でも羽生が有名であることは事実だろう。一方で3位に入った宇野は羽生と比べると扱いが小さい。宇野昌磨スーパーマンのように衣装、マイデイリーのように演技中の写真を掲載するメディアは少なくないが、宇野の演技やプロフィールについて単独で紹介するメディアは見当たらない。1位と3位とでは注目度に差があっても無理はないが、宇野は過去に韓国でインタビュー動画が炎上したことがある。しかも当時は平昌五輪に関する発言が問題になっただけに、こうした因縁も関係して宇野にはあまりスポットライトが当たっていないのかもしれない。羽生に似ている韓国選手は20年ぶりの快挙。ちなみに韓国から唯一出場したチャ・ジュンファンは15位でスプを終えた。韓国の男子選手が冬季五輪でフリーに進出するのは98年長野五輪のイ・キュヒョン以来20年ぶりのことである。チャ・ジュンファンは羽生やハビエル・ベルナンデスを指導するブライアン・オーサー氏に指示。オーサーコーチも羽生に似ていると絶賛する16歳のホープだ。昨年7月から今年1月まで3度にわたって行われた韓国代表選抜戦では、羽生がわざわざ韓国語で挨拶するとして話題を呼んだキム・ジンソをはじめ先輩スケーターを破って平昌の出場権を獲得。今回のスプでも自己最高得点となる 83.43 点を記録しただけに、フリーでは羽生や宇野にどこまで食い下がれるか注目したい。いずれにしても羽生や宇野が韓国でも注目されていることは間違いない。特に羽生は女王キム・ヨナとの共通点が多いことから、性別の違いを超えて何かと比較されてきたが、五輪連覇はそのキム・ヨナも成し得なかった偉業だけに関心は高まるばかりだ。